で削るっていうのはちょっと時間がかかる面、そういう風に不利な面があるんですね。それをですね、いろいろとメジャーリングをしながら手術前に計画をしておりますので どこからどのぐらい削るかというのをこう膝を動かしてみて人体の状況というものをロボットに認識させます。で、必要な削るべく必要なところにこのドリルバーの先端が行くと回転を始めて実際に削ってくれます。で、いらないところに近づくと止まるんですね。ドリルバーの先端がスッと引っ込んで回転を止めます。まあ、そういうような形でですね、受注プラン通りの必要な部分だけを正確に掘削してくれると。きつすぎもしない、ゆるすぎもしない自然なフィーリングの、その人が若い頃持ってた自然なフィーリングの膝を再建できる。まあ、そういうところにやっぱりロボットっていうのは本当に最高の能力を発揮してくれるんじゃないかなというふうに思います。